味ねぶたっていうのはどういう意味なのか。はい、青森の言葉で眠い夏に暑くなった時ってこう睡魔が襲ってきますけど、眠たくなるのを払うという意味、眠気を払う祭りと言われてもおります。青森県は日本の本州の最北端に位置しています。夏に行われるねぶた祭りが有名です。そしてりんごの生産量は全国の 56% を占めています。駅にあるので全部りんごのジュース全部酸味が強い、酸味が弱い、甘味、甘さが強い、弱い。ジョナゴールド、キヨ、青森リンゴ、富士、わ、いっぱいあるね。酸味が強くって甘みも強い富士。これは弱いから、甘みもまあまあ弱くって酸味も弱い津軽。青森駅からすぐのところです。ほら大きな橋だね。港です。フェリーも見える。そしてこっち、今日はこのねぶたの家、わらっせ、わらっせ、中入りましょう。ねぶたがつなぐ町人心。展示されている4つの巨大な山車は今年のお祭りに使われる予定だったものです。1日に3回演奏があり、この中でお祭り気分を味わえます。すべての顔が違う顔をしています。作者たちの思いが込められた顔。ねぶた祭りの始まりからその歴史も展示されています。毎年新しい山車を作っているのですね。今ステージでね説明してくださった方、松下さん、はい、ありが
とうございます。見ていただいてありがとうございました。ね、松下さんは、だから3年前だから最後にねぶたやったのが、はい、2019年の8月のねぶた祭りが最後でした。2019年ね、コロナの前だったもんね。で今年と、去年もない。はい、そうなんです。2年連続のお祭りは中止ということでありませんでした。じゃあ最後にあった19年の時に、ね、やっぱすごくお祭り好きだと思う。はい、もう280万人のお客様がご来場いただいて、2019年、はい、6日間お祭りをさせていただきました。松下さんがこのねぶた好きな理由っていうか、はい、どこが好き？もう本当に日本だけじゃなくて世界からたくさんお客様がお見えになって、うん、誰でも参加ができるお祭りなんです。なので今日私たち地元でわーっとやりますが、たくさんのお客様と一緒になって輪になれるっていうことで、ねぶた祭り、お祭りを通して楽しんでいただけるっていうのが一番の魅力だと思います。あ、なるほどね。やっぱみんなと一緒に、じゃあもし来年あったら、はい、来年もたくさんのお客様に本当に青森に来ていただいて、実際の大型ねぶた、そして羽と体験に参加して楽しんでいただきたいと思います。そうね、みんなぜひ来て一緒に、はい、ね、お待ちしております。はい、一緒に羽ねましょう。ありがとう。びっくり海鮮丼、いつでも寿司ランチ。わー、寿司ランチ、レッツゴー。じゃじゃーん、寿司寿司寿司、青森の寿司よ。これはまず来たのはお通しね。これホタテの貝ひも。ホタテ海の味、味が薄いから。そして吸い物吸い物。エビちゃんが入ってます。エビちゃん、これはエビの、あ、熱い。エビの味がするからこれ美味しい。そしてね、やっぱり、このマグロが美味しいんだって。これこれこれ、マグロマグロマグロよ、マグロマグロよ。ちょっとマグロをツンツンツンと。青森の寿司、うん、とろけた。これで1000円、お値打ちよ。少し中に入ってきたら神社がありました。へえ、おお、大きい声ね。うわ、大きい。あ、カモもいるじゃない。綺麗。本当。